チーズ、それはご存知の通り牛や羊の乳を固めたものの総称だ。紀元前から現代に至るまで人類の食事に深く寄り添い豊かさをもたらしている彼らは、ご覧の通り赤子のようにツヤツヤもちもちなものから、入れ墨を彫った明らかに仇ではないもの、さらにはパターンブルーのものまで様々だ。ということでやってまいりましたチーズシリーズ、今回挑戦するのは、ルーレットスタート。カマンベールチーズ。ご存知の通りスーパーでもよく見かける白カビチーズの代表格だ。チーズの女王と称されるその内実は、マッシュルームのような香りと苦味のある表皮にコクのあるクリーミーな味わいの中身が特徴で、適正の熟成期間は約4週間とやや短めであり、興味を持ったらすぐに作れるチーズではある。しかし一つ厄介な点がある。生きた白カビの入手だ。ミナノ州が目にするカマンベールチーズの白カビは大抵死んでいるのだ。というのも、白カビはタンパク質を分解してチーズの熟成を促進させると同時に臭みを出すため、2ヶ月も放置していればその香りはお父さんの足のような、お父さんの耳の裏のようなアンモニア臭に近い香りを放つようになる。まあこれはこれでうまいのだが、大半の市民にとっては廃棄の対象になるため、メーカーは加熱処理をして白カビを殺し、長期間同じ状態でチーズを楽しむことができるようにしているわけだ。だが一連の流れは白カビ菌を培養したい私からしたらたまったもんじゃない。前回のカマンベールチーズ作りでは、まんまとこの死んだカマンベールチーズの表皮を剥ぎ取って付着させたため、謎のゴムチーズが出来上がる始末となった。というわけで今回の企画では、まず生きているカマンベールチーズを探す旅から始まった。マルエツや稲毛屋、成城石井に北野フーズ、それからチーズ専門店まで、いろんなタイプのカマンベール、ブリーチーズを買い集め、ついにすんげーふっさふさな白カビチーズを手に入れることに成功した。絨毯みたいな感じで、なんかね、シモンズのベッドみたいになってますね、低反発のね。なんかね、明らかに厚みがありますね、他のよりは。菌糸のこれはいけるということで、このチーズの表皮を剥ぎ取り、水につけて白カビ水を作る。え、このカマンベールチーズをそのまま食べればいいじゃんって。はい、じゃあまずはひたすら牛乳を注いでいきます。はい、9リットルが限界ですね。カマンベールチーズの作り方には、中にカビ汁を溶かす方法と外に吹きかける方法があるが、今回はそのどちらも起用し、文字通りカビ地獄を顕現する予定だ。約37度に温めたところでクエン酸を入れる。これはこれまで通り牛乳の凝固補助のためだ。そして水に溶かしたレンネット、こちらで牛乳を本固めする。詳しい作り方は概要欄のモッツァレラチーズの作り方を確認してほしい。導入の作り方はどんなチーズでもほぼ同じだ。30分も放置していればこのように絹ごし豆腐のような物体へと変化する。あとはこれを手早くカットして、固体と液体にさらに分離させるために温度を40度前後まで上げて10分ほど待つ。分離できたものはこのような感じでザルやペーパータオルを通してこしていく。こちらが分離した固体、チーズの元となるカードになる。あとはこれをさらに脱水させるため型に詰めて圧力をかけていく。適度に脱水して成形したものがこちらになる。今回は約9リットルから 500g のチーズができた。ここからさらに乾燥させて約 350g まで持っていく。あとはこちらに強めの塩をまぶし、追い打ちで白カビ汁を塗っていく。きちんと作りたい方は塩を塗るのではなく、 10% の食塩水に20分ほど漬き込む方法をおすすめする。そして今回は温度を均一に保ちたいため、ワインセラーはもといチーズ保管庫も用意した。お願いだ奉仕たちよ、チーズを不快で飲み込んでおくれ。3日後。
はい、ということで何が起きているのかっていう感じなんですけど、まず蓋ですよね。これで入れた時ついてなかったから、はい、これはですね、1日目がですね、まず乾燥させたかったんですね、表面とか、中身をちょっと水分抜きたかったんで、あのまま入れたんですけど、硬さがですね、まあ、2日目3日目あたりで、まあ、十二分に、程よい硬さになったので、あとは水分をこれ以上抜きたくなかったので、このような形で蓋をしています。で、中の湿度を測ったら大体 85% ぐらいだったので、まあ、ちょうどいいかなっていう感じですね。はい、ということで開けていきましょう。うん、ほう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 、これわかるかな、かすかに生えてるんですよ、菌糸が。この白身がかってるところは菌が生え始めてますね、白カビが生え始めてますね。こっちはどうだろうね、こっちの方がすごいですね、まあ、全然すごいわ。さあ、ということでどんな具合になっているのか見ていきましょう。こっちが柔らかいやつで、こっち硬いやつですね。はい、じゃあまず柔らかいやつから見ていきましょう。どうかな。はい、8日時点でこうなります。真っ白ですね、もう。でね、これ水を落とすとどうなると思います？いきますよ。はい、撥水効果が。はい、そうなんですよね。ああ、入り具合はめちゃくちゃ軽いです。はい、ということで、どうですかね。まだ表面はフレッシュタイプですね。フレッシュなチーズに近いかなって感じはしますね。はい、それじゃあいただきます。おー、なるほどね、めちゃくちゃ若い、若すぎる。うん、そんな感じはしますね。若すぎるな。まだ酸味がある。うん、でもね、白カビはしっかりとほろ苦さがあって、香りも白カビのいい香りですね。うん、ただワインと合うって感じじゃない。うん、はい、ということで彼はこれから二次熟成に入ります。で、今回はですね、クッキングシートで一度包んだ後に軽くラップをしていきたいと思います。4週間後。はい、ということで4週間目です。食べられなくなってしまいました。はい、赤カビです。もうそこら中に生えてます。あ、裏面もちょっと生えてるし、こっちも生えてるし、もうこいつに至ってはもうなんかね、もう赤を通り越してもうなんかサビ色になってますね。赤カビが生える温度って20度前後って聞いていて、まあ保温庫の温度はもちろん基本的には8から10度にしていて、まあ生えにくい状態にはしていたんですけど、多分なんだろうね、まあ自分がキッチンペーパーをですね、まあ毎日取り替えるのをサボった結果、まあこうなってって感じですね、多分ね。はい、まあ自業自得というか、はい、
まあ怠慢が原因ですね。うん、もう香りはですね、うん、カマンベールチーズの香りはもうなくなっていて、なんだろうね、松茸をですね、トイレ掃除をし終わった、雑巾をすすいだバケツの中に入れたような香りというかですね、まあそんなような、はい、お腹を壊さないようにと願いながらなんですけど、まあさすがにね、裏面はね、もうなんか、なんだろうね、もう食べたら死ぬ感じがする、香り的に、だから下はちょっとカッティングしますね、申し訳ないですけどね、ちょっとトリミングしますね、はい、申し訳ないです。中はどうなってんだろうね、なるほどね、なんでだろうね、めちゃくちゃフレッシュじゃないですかこれ。まあ本来ってカマンベールチーズってこうやってちょっとね、中がほんのり黄色になってものすごいもちもちな弾力なんですよね。まあ白カビの生え方は同じだとして、なぜこうも違うのかっていうね。いただきます。やっぱりね、死んじゃうといけないんでね、はい、はい、じゃあちょっとね、ここら辺いただきましょう。はい、失礼します。はい、最後のチーズちゃんです。見てください、この綺麗な赤身、レアですね、これは非常にレアな仕上がりになっております。もうピンク色だけどいいかな。いただきます。はい、おいしい。